国の新商品、韓国のチャジャンミョン、ジャージャーミョンをインスタントにしたチャパゲティっていうのがあるんですけど、それの白いバージョン、ハヤンチャパゲティっていうのが出ました。だから白いチャジャンミョンですよ。出るの楽しみにしてた。2カップ買いました。でこれをね作っていきます。これも1週間前から出るって聞いてめっちゃ待ってた。はい、中は、はい、こんな感じで麺と、なんかねこれ、このオイルみたいなのと粉末スープが入って、はい、これだけですね。結構シンプルです。でね、これなんか電子レンジで3分のやつなんだよな。で、お湯捨てる方法と電子レンジで作る方法があるんですけど、ちょっと今回お湯捨てる方でいきます。はい、じゃあお湯入れて4分待って湯切りしてきます。はい、麺湯切りしてきました。結構ね太麺っぽいけど、これまあいつものチャパゲティぐらいか。で、このね2つのやつ入れます。あ、粉白い。いつもの茶色いっていうか焦げ茶の色じゃない。白いチャパゲティだ、すごい。っていうかさ、やばい。先に、あれだった、オイルだったのかな。粉先入れちゃったよ。あれ、なんか4分測ったのに、ちょっと麺硬くないか。待って、オイルが先だったってこと。関係ないよね。めっちゃ混ざりにくいのは何なんだろう。はい、完成しました。白いチャパゲティです。はい、こんな感じ。もう本当に真っ白です。めっちゃ美味しそうだよ。はい、じゃあここに足します。はい、完成。こちらで、コーラ。こちらね、マンゴー味のコーラが出てたんで、ちょっと買ってみました。まずコーラからいただきます。お、めっちゃ南国感のあるコーラの味がする。確かにマンゴーだ、フレーバー。はい、でここにねちょっとチーズを用意したんで、このチーズをねかけてチーズトッポギで、はい、サイドメニューがトッポギって豪華だよね。ちょっと余ったのはねこっちに後でかけようかなと思います。はい、じゃあ食べます。いただきます。ハヤンチャパゲティ、うわ白い、本当に白いよ。食べます。うん、評価通り。美味しい。めちゃくちゃ美味しいよ。これさ、普通のチャパゲティより私好きかも。大根の漬物、タンムジ。合います。めちゃくちゃ美味しい。これさ、ハヤンチャパゲティ評価高かったんですよ。みんなレビュー出してて、なんだろう、なんか白だから味薄そうに見えるけど、ちゃんとチャパゲティの味だけど、結構ね味濃いと思う。何が違うんだろう、いつもと。あのインスタントチャーメン特有の焦げた感じが取り除かれた版みたいなのかな。え、美味しい。私めっちゃ好き。うん、キムチ合うわ。卵も早々に割っちゃおう。家で作った半熟卵、大成功です。うん、おいしい。トッポギもいっとこう。うわー、チーズが、チーズが。うん、これさ、ロッテマートのトッポギ美味しい。お惣菜コーナーのやつ、チーズが合います。うん、じゃあ太めのもちもちのやつ好きなんですよ私。あ、おでん入ってる、魚の練り物。あんまり辛くないなこれ。うん、タンムジ合うよね、ほんと。チャパゲティにはタンムジ。うん、半熟卵美味しい。
かさ、お腹空いててパクパクいっちゃう。今日朝からバタバタだったんですよ。なんかいろいろさ、トラブルが多くってさ、なんだろう、こういう日あるよね、トラブル続きの日って。チビもちょっとさ、忘れ物しちゃって2回オリンチップ行ったよ。私完全にミスったな。ほら見て、もうあのベビースターみたいなお菓子のカチカチの部分がある。なんでちゃんとお湯煎まで入れたよ。あの線あれか、電子レンジで作る用の線だったのかな。なんか足りなかったのか。なるほどね。待って、トッポギもすごい美味しい。わ、チーズ残ってたの忘れてた。わ、ちょっと、これでもどうかな、チャパゲティにチーズって合うのかな。残りちょっとこっちのトッポギの方に入れよう。うん、美味しい。持ってもらうとのトッポギ美味しい。このチャパゲティにさ、チーズを絡めて、もうチーズがやばい、固まりかけてる。あ、美味しいね。やっぱチーズって万能だね。うん。なんか人参とかキャベツにお肉に具材もたっぷりです。このさ、オレンジのなんだろう、これが肉感が。なんかいつものチャパゲティと違う気がする。ん？鮭か。なんか海鮮って書いてたよな。鮭っぽい。トッポギうまい。このトッポギいい感じに、多分ね、もちもちやばっていう柔らかさ。無言になっちゃう美味しさだ。この白茶パゲティ好き。私、チャジャンミョンのインスタントの中では茶碗が一番好きなんですけど、茶碗と白い茶パゲティだったら白い茶パゲティが勝つぐらい美味しいかも。
日本食べ。ラストだ、トッポギ。食べ終わった、美味しかった。久しぶりになんか美味しいインスタントまた見つけたなって感じ。韓国で美味しいインスタントってまあ定番のやつとかはねいっぱいあるんですけど、新しいの出るやつってなかなかね、その時だけインパクトで出ちゃってまあまあまあっていうやつ多いんですけど、これ本当に美味しかった。あの実際に食べた人のねレビュー結構出てるんですけど、なんかね満点出してる人が多かったんですよ。だから評価が良くって、まあちょっと楽しみで食べたら、期待大で食べたら期待通りでした。あの見た目は向こうのあの黒い方が美味しそうに見えるチャジャンミョンらしいかもしれないんですけど、私はこっちの方が断然好きです。よかったらハヤンチャパゲティ、白いチャパゲティ見つけた方買ってみてください。おすすめです。ちなみにロッテマートのソゼントッポギも美味しかったです。なんか辛さがいい感じに私好みというか日本人好みかもしれない。じゃあ今日もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。